はい、こんにちは。まやチャンネル、まやはらです。今日はこちらですね。うん、手裏剣戦隊二忍者手裏剣合体デラックス激アツ大王です。はい、こちらですね、2015年10月4日放送分の手裏剣戦隊二忍者で初登場しましたね。うん、直接お共人の中にこう合体するっていう感じだったね。そうだね。はい、そしてこちらですね、2015年10月10日本日発売のものですね。はい、はい、それでですね、この箱の横にですね、なんか他の合体も書いてあるんだけど、うん、まあ、今回はですね、この激アツ大王だけ紹介したいと思いますね。はい、はい、では早速開けていきましょう。はい、よいしょ。二忍道場はね、二忍道場ありますね、定番のね。うん、こんな感じで入ってますね。はい、それぞれ出していきましょうか。あ、これブレードが入ってる。どん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 取り出していきましょう。はい、じゃあですね、ちょっとこれ組み立てでちょっといきたいと思いますね。はい、はい、はい、では今回の新しいお供人をそれぞれ見ていきましょうか。はい、まずはこちらの鳳凰丸だね。はい、これは羽をですね、上下にするギミックがあるね。そうだね。あ、これだけなんだけどね。うん、はい、あと顔がこうやってちょっと動かせるだけかな。見た目はいいね。うん、鳳凰っぽい。うん、うん、かっこいいじゃん。かっこいい。うん、次にこちらが青忍者の青龍丸だね。はい、これもねすごいね、見た目かっこいいよ。うん、なんかねバイクっぽいね。バイク、本当にバイクっぽい、ね、車輪が前についてて、これはね転がし遊びができますね。そうだね。はい、次がこちらの孫い丸、これはスター忍者用だね。そうだね。はい、これ鯉ですね。これも転がし遊びができるだけ。はい、次にこれが、白忍者の白子丸だね。うん、これも転がし遊びができるだけだね。うん、うん、見た目はすごいかっこいいよこれ。うん、そしてこちらが桃忍者のパンダ丸だね。うん、なんかここをこういう風になるとサファリ顔みたいになってきた。あでこれも転がし走行と、こちらですね、上にプロペラがついてるね。うん、で多分飛ぶことができるんでしょう。そうだね。うん、そして最後にこちらが鬼忍者の玄武丸ですね。うん、これは何なんだろう、玄武丸って何のこと、うん、よくわかんない。これにキャタピラーまたついてますね。うん、鬼忍者だけいつもさごっついよね。うん、そしてこれが付属しておりましたお供人手裏剣激アツですね。うん、後ろの絶縁シート取りましょうか。はい、はい、でまず手裏剣をカチッとセットしましょう。はい、あら、何もならない、鳴らないの。うん、そっか、じゃあ音を鳴らしてみてください。はい、ああ、あ、同じだ。あ、これで戻る感じか。うん、あとはですね、こういうねちっちゃい忍忍者が入っておりましたね。はい、これは、激アツ大王にした時 の必殺技のやつだね。うん、お腹の中から出てくるやつ。うんうん、こうやって飛んでいくね。そう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 。その、それぞれちっちゃい忍忍者のピンが入っておりました。そうだ。これはね、赤忍者が余分に2つ入ったね。うん、うん、これね。では激アツ大王にちょっと変形させてみましょうか。はい、まずこの玄武丸の足を伸ばすね。伸ばして関節も伸ばします。こんな感じ。はい、それで白子丸の顔の部分を折り曲げる。はい、パンダ丸も折り曲げる。そして激アツ大王の右足が白子丸、はい、左足がパンダ丸。パンダ丸ドーン。そして右手が青龍丸になりますね。はい、これをよしで、左手が孫い丸。ああ、よし。そしてこの今ね顔出ちゃってるんだけど、これをね倒しますね。うん、はい、だこの上に忍手裏剣、ここで音鳴らないはず。うん、あ、よかった。やっぱ鳴らないんだ。そして後ろに鳳凰丸をセット、はい、でこれが羽が前に出ると、はい、で挟む感じだね。うん、はい、この状態が完成です。うん、激アツ大王ですね。うん、これで上のボタンを押すと音楽になるみたい。はい、じゃあちょっとボタン押してみてもらえますか。はい、はい、せーの。あら、ちゃんと上がってないかな。
激アツだよーわちゃーんこんな感じなんだ。これまた押すと音楽が流れるのかな。やってみて。わちゃなんでそんななんかブルースリーっぽいんだろうな、うん、はい、そんな感じでデラックス激アツだよできましたね、うん、はい、ロボットのギミックとしては、手裏剣陣に近いのかな、うん、こちらに手裏剣陣を用意しましたけれども、あ、ちょっと激アツだよのが大きいね、うん、こんな感じ、うん、可動なんですけども、これ手がこうやって上下に動くだけですね、うん、反対側も同じ、手裏剣陣と同じかこれ、はい、で足がこんな感じで一段階ちょっと膝が曲がるようになってるね、うん、はい、手裏剣陣と同じだねこれね、うん、だからちょっとだけポーズつけることはできるんだけど、うん、横に広がらないんだこれ、うん、手裏剣陣はね横に広がったからなんかね大股広げたりできたんだけど、うん、激アツだよはできませんね、うん、ちょっと歩いてる感じにはできるかな、うん、こんなね、うん、歩いてる感じにはできますね、うん、それでこの激アツダイオノは武器がございません、うんうん、だから、さっき言ってた必殺技ここにね忍忍者をそれぞれ入れる感じになりますね、はい、ちょっと入れてみましょうか。赤忍者、青忍者、血忍者、白忍者、桃忍者、北忍者、はい、これでセット完了ですね、はい、そしてこの背中の部分にレバーがありますね、はい、これを回転させることで二忍者をそれぞれ飛ばすことができます、はい、パパやってみていいかな、はい、いくよ、こんな感じ、うん、こんな感じ、あ、やばいやばい、下落っこちゃった、はい、こんな感じでございましたね、うん、はい、それではせっかくなんで手裏剣陣と激アツ対応でちょっと戦ってみようか、はい、お前は武器を持っていないらしいから俺は今日は手で戦ってやるよ。キック、どうだ、おお、お前もキックができるのか、おお、パンチパンチ、そうは言ってもお前は特に武器を持っていないからそんなに強くないな、大したことないな、やっぱりね、クライオール必殺だ、おおおおおお、武将、おお、はい、ということで今回は手裏剣戦隊忍忍者のデラックス激アツ大王でした。あのですね、この動画がいいなと思った方はですね、ぜひ高評価をお願いしますね、はい、はい、そしてですね、チャンネル登録をしていただくとチャンネル登録の、ね、一覧にマイチャンネル出てきますので、はい、新しい動画出た時に分かりやすいのでぜひチャンネル登録もお願いしますね、はい、はい、ということで今回は以上でございます、バイバーイ。